新しき世界、キャスト、あらすじ、ネタバレ感想、韓国の名優たちが初共演した傑作の R、2014年に公開されたパク・フン・ジョン監督の韓国の R、新しき世界、韓国最大の犯罪組織に潜入した刑事、ジャソンの運命やタイトルにもなっている新しき世界、の意味とは新しき世界、キャスト、イ・ジョンジェ役、イ・ジャソン、韓国の犯罪組織、ゴールド、 ムーンで潜入捜査を言っている警察官組織のナンバー2であるかきのチェンチェンの右腕として活動している警察の任務とチェンチェンとの間に生まれた絆の間で葛藤するチェ民宿役ンヒョンチョルジャソンの上司で警察課長ジャソンに潜入捜査を命令した張本人後継者争いに揺れるゴールドムーンをこの機に壊滅させるため「新世界計画」を発動させるファン ジョン・ミン・ミ役・チョン・チョン・ゴールド・ムーンのナンバー2の佳境で通称・上海のボスと呼ばれているジャソンのことを誰よりも信頼しており、ブラザーと呼び合う中いい加減そうに見えるが、非常に暴力的な面もある。パク・ソン・ウン・ヤク・イ・ジュング・ゴールド・ムーンのナンバー3で組織の裏か業などの事業を担当している現会長が死去し、チョン・ チョンと後継者をめぐって争うことに、孫、慈悲を、役、死ぬ、ジャソンの囲碁の先生を装って潜入している女性刑事、管轄長への報告係を担っている、ネタバレ、新しき世界、あらすじ、犯罪組織に潜入した刑事、韓国最大の犯罪組織、ゴールド、ムーン、で潜入捜査を開始して8年になる刑事のい、ジャソン、イ、ジョンジェ、組織ナンバー2の佳境で中国のマフィアたちをもてなずけるチョン、チョン、 ファン、ジョンミン、ノウワンとして活躍し、理事という立場まで上り詰めていました。しかしある夜、ゴールド、ムーンの会長が事故し、と見せかけた暴殺、したことにより、組織内で後継者争いが勃発します。妻が妊娠したことと会長が亡くなったことで任務を辞められると思っていたジャソンでしたが、会長が亡くなったことで組織壊滅の好機と睨んだ警察の管轄、チェ・ミンシクに任務の続行を命令されます。その作戦名は、 新世界プロジェクトそれはジャソンを組織の重要な知恵につかせ組織を警察の意のままに動かそうというものでした後継者の候補に上がったのはチョンチョンとナンバーさんの位ジュング、パクソンウン管科長は2人を対立させることで組織の壊滅を狙っていたのです警察内でジャソンの正体を知っている人物は管科長と刑事局長の2人だけでしたジャソンとチョンチョンの絆 ジャソンにはもう一つ任務を終わらせたい理由がありました。それは8年の間潜入捜査を行っていたことで生まれたチョン、チョンとの兄弟のような絆でした。ジャソンをウアンとして信頼しきっているチョン、チョンはジャソンのことをブラザーと嬉しそうに呼んでいます。いい加減そうに見えても、きちんと部下を思いやったり仕事ができるチョン、チョンはやはり組織のナンバー2としてふさわしい男でした。チョン、チョンとの関係のこともあり、 ジャソンは次第に警察に情報を流すことに後ろめたさを感じ始めていました。また、もしチョン、チョンに自分が刑事であることがわかったら、確実に命がありません。しかし、そんなジャソンに近地が訪れます。管科長が裏でチョン、チョンに近づき、自分たちの情報を明らかにする代わりに警察に協力するよう求めたのです。これを怪しく思ったチョン、チョンは、 中国の野ベベからヒットマンを呼び寄せ管轄庁の周りを調べさせましたそして中国の凄腕ハッカーにより警察の情報を得ることができたチョンチョンは驚愕の事実を知ることになるのです正体がバレるジャソンのピンチある夜チョンチョンに呼び出されてたジャソンは緊張の面持ちで現場へ向かいますドラム缶の中身を見てみろそこで見たものはジャソンの囲碁の先生として潜入していた警察の連絡係の死ぬソン慈悲を がボロボロになって傷ついている姿でしたさらに警察の情報を得たチョンチョンはこの中に裏切り者がいると言ってスコップを持ち上げるとジャソンのすぐ横にいたソンムキム、ユンソンの頭を殴ったのです自分が刑事であることがバレたと思っていたジャソンはチョン、チョンから渡された資料を見てさらに驚愕二つのドラム缶が海に沈んでいきましたそんな中、管科長はゴールドムーンのナンバーさんのジュングを拘留 そして、管価庁は、このことがすべてチョン、チョンが仕組んだことであると不意ちし、大人数の手下たちにチョン、チョンを襲撃しに向かわせます。さらに、管価庁は、実質引退と噂されていたゴールド、ムーンのチャン、スギリジ、チェ、イルファを懐柔していました。新しき世界の結末、ジュングの手下たちに襲撃されたチョン、チョンは、死闘を繰り広げた末に、瀕死の状態に陥ってしまいます。ジャソンがチョン。 チョンの病室へ向かうと、自分の部屋にジャソンへの贈り物があると伝えられます。そして、強く生きろ。これがお前の生きる道だ。と言い残し、このよう去りました。ジャソンがチョン。チョンの部屋で見つけたものは、偽物の腕時計と自分の警察資料でした。チョン。チョンの心意気を感じたジャソンはふっきれたように、行動を開始します。その頃、警察から釈放されたジュングはチョン。チョン殺害をくわてたことで、組織内での居場所をなくしていました。そして、チャン。 スギが会長に就任する日、ジャソンはスギの部下たちを懐柔しすぎを襲わせます。さらに、管課長のもとにもヒットマンを送り込み、課長のことも殺させたのです。警察局長もノベベのヒットマンたちに殺され、ジュングもかつての自分の部下たちに襲われて命を落としました。就任式にチャン、スギが現れないことで現場は騒然としますが、そんな中、組織の後継者に立候補したのがジャソンでした。捜査期間中にチョン、チョンとの絆に触れたジャソンは、 過去の自分を捨てゴールドムーンの会長に就任することを選んだのです新しく手に入れたデスクで自分の資料を焼却するジャソン。ネタバレ新しき世界感想男たちの絆と葛藤に打ち震える韓国のワールの傑作韓国では公開当時青少年観覧不可だった作品にもかかわらず468万人の観客動員を記録した新しき世界それもそのはず新しき世界にはオールド ボーイ、のち、民宿や韓国の一億俳優ファン、ジョン・ミン、イル・マーレ、や、10人の泥棒たちに出演したいジョン・ジェが顔を揃え、しかも初共演を果たしているという豪華ぶりなのです。私は何なんですかと上ょに詰め寄るジャソンの姿が悲しく、すべてを受け入れた決断はかっこよすぎてしびれます。そして、何もかも終わった後、最後にジャソンとチョン、チョンの過去映像を流すのはずるすぎる演出で、思わずクール、クゥ と唸ってしまいましたまた、北野武の「アウトレイジ」「クエンティン」「タランティーノ」「レザボア」「ドックス」「ジョン・ウー」「男たちのバンカ」などの作風を踏襲して一つにまとめ上げたような作品で2010年代の韓国の R の作風を確立させた作品と言っても過言ではないでしょうハリウッドでリメイクされるとのことですがこの最高傑作にこれ以上のことができるのかと思うと不安でしかありません。SNS でののみんなの感想、 評判、新しき世界で話題になっているのが派手なアクションシーンと暴力描写です冒頭から血だらけのおっさんがドラム缶にコンクリ詰めにされて海に落とされるという衝撃的な映像で始まります他にもナイフバットゴルフクラブ何でもあれの暴力三昧の世界後半ファンジョン・ミン演じるチョンチョンの見せ場であるエレベーター内でのとげ試合いは恐ろしい以外の何者でもありません駐車界である欧米とは違い 韓国のワールでは刃物を使った戦闘が主流、もちろん銃も出てきますが、割合的にはそんなに多くありません。新しき世界、キャスト、あらすじ、ネタバレ感想まとめ、まさか男同士の友情でここまで唸らされるとは思いませんでした。韓国ではいジョンジェとファン、ジョン・ミンの新しき世界、以来の共演作、ただ悪から救い給え、現代、が公開されており、こちらもすごい勢いでヒットを飛ばしています。